こんにちは。本日なんですけど、今日はね、僕ゲームセンターに来てます。こんな感じでね、ゲームセンターに来てるんですけども、今からね、コイン100個を使って一体どこまでコインフラッグことができるのかっていうチャレンジ、ね、ちょっとやっていきたいなと思います。ぜひ皆さん見てください。あとコメントとね、チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではね、行きます。じゃあまずね、これメダルバンクってことで、メダル引き落とすんですけど、これだから指認証するんですよ。やばいっしょ、これ今1090枚あるんで、とりあえず100枚ね。ではですね、今からこのコイン100枚使ってどこまで増やせるかのチャレンジね、ちょっとやっていきたいなと思います。それでは行きましょう。まず初めのゲームなんですけど、これマーブルフィーバーっていうゲーム、ちょっとねやっていきたいなっていう感じで、こんな風なゲームでなかなか面白そうなやつなんですよ。これ火玉をおそらく打ち上げて、この中に入れたらいいのかな、おもろそうなんで、ちょっとやってみましょう。ここにメダル投入して、これマーブルポスト発射するってことで、なるほどね、これ押すとここからこうって、こういう感じ。おー、入った。3、来てる、リーチ。リーチやけど違う。こちらです。今からやるゲームがこちら。だから結構真ん中光ってる感じで、名前なんて言うんかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあちょっとやりながらね、ちょっとやろうかなっていう感じです。よし、じゃあ行きますよ。今からやるのはね、これやります。シューベット何とかこれ、ね、ちょっとクリアしていきましょう。多分ラインを揃えると、
人っていう感じのゲームで、
お、復活中、一級レジェンド復活せんへんでもゲーム続行。復活来い、復活来い、復活来い、復活や、復活来い、復活来たー、復活ー、復活
でした。レイアウト。とりあえずね、22コインゲットしました。ということでね、結構面白かったんで、こんな感じです。はい、まあね、こんな感じでした。結構ね、100コインから始めまして、ちょっとだいぶ減っちゃったんですけど、なかなか面白かったんでね、まあいいんじゃないかなと思います。じゃあ、早速、ちょっと今からどれぐらいのコインになったのか、チェックしておきましょう。まあ、メダルを全部入れたら64枚ということになりましたね。まあ、36枚減っちゃったんですけど、まあ、楽しかったんでね、良かったんではないでしょうか。はい、まあ、こんな感じでね、今日はちょっとコインゲームちょっとやってみたんですけど、なかなか面白かったんで、次回もねちょっとやりたいなと思います。よかったらね見てください。ということでね、今日は見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではじゃあね。